はい吉田隆の教え方チャンネルです、えー、今日は六年生の道徳日本植物分類学の父末期の富太郎についてお話をします、えー、内容項目は真理の探求ですはい、えー、それではあらすじです、えー、世界的な植物学者末期の富太郎の話、えー、高知県の作り酒屋の跡取りとして生まれた末期の富太郎は小さな頃から植物の観察に熱中する やがて東京のの大学で新種の植物を発見する。その研究が認められ世界中に名前を知られるその後多くの著作を残し日本植物分類学の父と呼ばれるようになったという話です。 はい、この心理の探究という内容項目は56年生だけにあるんですけれども、まあ、指導要領の解説の赤の部分ですね。指導にあたっては心理を求める態度を大切にし物事の本質を見極めようとする知的な活動を通して興味や関心を刺激し探究する意欲を喚起させる。 こととが大切であるる真理を求める態度物事の本質を見極める、これなかなか難しい価値項目だと思うんですよね。まあ、この話だと、これは私の解釈かもしれないんですけれども、やはり探求心の源というのは、好きなこと、そしてそれを続けることじゃないかと思います。えー、そこでえー、ね、ここででねの教材では好きなととを続けると これが探究士の源であるということに気づかせるというようなことで計画を立ててみました。はい、えー、それでは授業です、えー。これは牧野富太郎さんの電気ですね。電気の場合、私はあ通常乾燥の発表から入っ でその業績をまとととめるこここういううういいいい流れで授業を作っっててままますす、えー、の資料も同じようにや思ず資料を読んで感想ノートに書かせて発表すると。続いて、牧野富太郎さんの業績を年表にまとめると。これ、あまり詳しくないんですけどもね、えー、生まれたこと、それから19歳、22歳、95歳と、ここに年齢が出てますので、これを中心にまとめればいいかと思いますね。えー、中でもですね、22歳の大学の植物学研究室に通って いるところでこの無地縄物を発見するんですよね えー、この時の牧野さんのスケッチの実物が教科書に掲載されていますこれはね取り上げたいですよね牧野さんのスケッチを見てどう思うかと非常に精密に書,書かれていますね熱心に観察したこと、そしてねかなりの時間をかけてスケッチを描いたということがこう組み取れますこのあたり6年生の子供たち気づいてくれるんじゃないかなと思いますねはいこのように牧野さんのねまず業績を確認して、えー それからです、ね、作り酒屋の跡取りなのに勉強することを許されたのはなぜだと思いますかと、本人がどうしてもやりたいという要望を強く言ったんではないかという部分はも,もちろんあるんですけどもね、ねやはりね、えー、説得すぎはそれだけの裏付け、つまり熱心に植物について勉強していると、これがね、やはり、えーまあ、両親は亡くなっていたそうですので、そのおじいさんやおばあさんの心を打ったんじゃないかなと思いますね、このあたりどうでしょう、6年生なら気がついてくれるんじゃないかなと思いますね。 それからムジナモを新種として見つけることができたのはなぜだと思いますかこれはですねそれまでに膨大な植物についての知識の蓄積があったと。 ですから、新書を見つけられたんですよね。このあたり、これもね、6年生なら気づくんじゃないかなと思いますね。その上で最後、牧野さんが世界的な植物学者になることができた理由は何だと思います。これは子どもたちがどう感じるのかはわからないんですけれども、このね、電気といいますかね、教材本を読んでいけばね、やっぱり熱心に取り組んだとかね、継続して研究に励んだとか、 えー、そういう部分、子どもたち見つけ出すんじゃないですかね、えーまあ、好きなことを継続してするっていうふうに先ほど述べたんですけども、やはりこれが、ね、探究心の源だと私は思っています。はいえー、その後ね、えー、皆さんにはこれからもずっと続けていきたいこと、あるいは頑張っていきたいことはありますかということで、ノートに書かせて授業を終わると、このような計画ではいかがでしょうか。 はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が役になったという方、ぜひチャンネル登録をお願いします。